YouTube、 そう、皆さん YouTube 見ましたか？じゃあ暇だの方は見てください、私のブログ。そう、クリエイも本日は放送日でしたが、どちらも見ましたでしょうか？いや、見ましたね、聞きましたでしょうか？目がガミガミだよ。なんで？どこ行ったの？私のリップと、この本当に、どこに本当に行ったんだろう、どこに置いたか、どこで落としてきたか、本当に記憶がないんだよね。うん、どうなんだろう、怖いな。珍しい時間に更新来た、なかなかね、ない更新でしょ。そう、あえてオンライン終わったぐらいに載せることにより、みんな見てくれるんじゃないかなっていう。マジ本当にそう、頼む神、本当に神どこにいるか分かんないけど、頼む、目薬くれ、本当に神神様、仏様、ということで YouTube も皆さんね、100万再生いくぐらいの勢いでご覧ください。本当に、あくびしたら目が潤った、ちょっと涙で、ちょっと赤いけど、でもあくびしたら目が潤った、よし、ニャの勝ち、ありがとう神、なんか潤った目が、助かったぞ神。中盤曲腕まくりね、たまたまなの、昨日ちょっと暑かったからやばい、ちょっと無理かもって思ってまくりました。今日さ、ラジオ見ながら、ラジオ聞きながらさ、みんなのその乗せ、なんていうの、実況を 見ながらやってたんだけどさ、途中一回さ、栗山アリナとかさ、クリナちゃんとかさ、エゴサしてたんだけど、エゴサが全くなんていうの、そのていうか、エゴサっていうか栗山アリナの検索ができなかったりしてさ、あれ壊れた、私の X が壊れたと思ったから焦ったけど治りました、よかった。売れまくりマニア、そうなの、泣いてるのかと思って、いや、ね、目がカピカピ、でもさすがにさ、目薬って薬局じゃないと売ってないもんね、なんていうの、その コンビニとかじゃ売ってないもんね、売ってないかも、うん、私ここちゃんはクリナちゃんお菓子も作れるも作れるからすごい手伝いさせました、本当いい子だな藤子くん、売ってないよね、やっぱ一回用とかでもいいんだよね。今日誕生日、あ、そうだよね、言ってたよね、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒロトさん、
ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。イエーイ。目薬は医薬品ですか？最低でも登録販売者が必要。そっか、じゃあダメか。でも空いてそうなとことかないしな。コンビニでも医薬品登録販売者がいたりするところにいるかな。私の家の近くいる気配はないな、正直。ライブで蔵の台になる右でした。あれでしょ、なんだっけ、ドボンだっけ、ドボンライブだっけ。さっきなるちゃんの見た投稿。なるちゃんポチャムあんま興味ないかな。オムライス食べたいちゃむってやつでしょ。声真似ってこのモノマネをするのは好きだけど、でも別にポチャムはそんな興味ないかな。ユキニさんもドボンライブ出たの意外だな。24時間営業の一曲でも夜には医薬品を売ってない店なの。マジか。うわ、なんか前さ、ドンキかなんかでさ、その何時過ぎみたいなはさ、もうそのお薬とかのさコーナーがこうなんか網かかってるの見たことあるかも。そういうこと？私があくびを出せば出すほど涙で目が潤う。なんという素晴らしいシステム。ただ眠いだけですけど。明日3部全出勤するのでよろしく。よろしくね。そう。で今日は TikTok も更新した。すごい。今今日いっぱい。ちゃんと更新したりしてる、えらい。 TikTok も更新したし、インスタも更新した。わっ、 TikTok のフォロワーがなんと2000人いたぜ。びっくり、嬉しい。やっただよみんな。やった、2000人いた、ありがたき。ちょっとずつですけどね。ただね、TikTok ライブをすると増えるってのが分かりました。なんかでもあれだな、あんまりコンタクトってそんなになんか説明受けた覚えない。コンタクトじゃない、目薬、薬局。ドラッグストアって調べればいいかな。ドラッグストア、
のかな。うん、なさそう。よし、諦め。残念でした。YouTube とりあえず1万再生はいったら嬉しいな。いつか、いつかっていうか、まあなるべく早めに。グッチーさん大好き、ありがとうございますとは思いますね。みんなとりあえず頼んだ再生回数を頑張って稼いでくれじゃないけど、よろしく。コンタクトの目薬、いや普通に目薬でいいって感じだった。大根ステーキ作ってみたけど美味しくできた。天才。私ももうちょっと薄切りにするべき。今から X に載せます。何日目って。なんかなんだっけ、今めっちゃなんか用事したの忘れちゃった。ちょっと寝ぼけてるわまだ。いちご大福は簡単だよ、そんな難しくないかな。危ない、全然知らん人のルームにショールーム入っていくとこだった。ルームレベル私1035なんだ。フォロワー1万人いきたいなーって。ショールームなかなかね1万人難しいな。今日ね楽屋に行ったらね、さえさんがね、さえもカヌレ食べたかったって言ってくれたの嬉しかったな。可愛いな、なんで可愛いんだろうな。目がまた一つ潤った。私のこの変な喋り方にはね訳がある。
私ね、あれなのよ、最近ね、勇者ヨシヒコを見てるんですよ。知ってるでしょ、何知ってる人は知ってると思うんだけど、勇者ヨシヒコ見てて今日もオンラインね、ご飯食べ終わった次の部、残り2部あったんだけど、ファンの人が途切れるたびに勇者ヨシヒコを一人で流して見ながら、今日も一人部屋だったから、そう、勇者ヨシヒコ見ながらマリエちゃんはカヌレ食べれたのだろうか。今回残念ながら売り切れちゃったのでカヌレあげられなかったですね。まあ、ホワイトデーにマリアさんが私に何かくれることを願ってます。逆にいつもいっぱい食べさせてますからいいとの中からとかじゃなくて、糸自体ここまでは出れるけど、これ以上は出ない俺さ、糸の中からとかじゃなく糸自体が、そんな時は羽を伸ばしてこの辺まで来てしまおう。よしひこゆかちゃんたちが出演した回みたい。見てない、まだ全然見てない。今まだ、え、でも結構終わりの方に来てんだよね。何せ第2部とかあるの。HKT おしゃべり会システムがやってくれましたね、今日来てくれたからね。3部作、あれ3部作だったの。私多分第1かな、魔王退治の普通のやつ見てるかな。ゆうせんしこちょこちょこ下ネタ出てくるけどおもろいよねなんだっけ、私めっちゃ好きなの、好きなのあったんだよね。ちょっと言うのやめとこう言うのやめとこう。アイドルが、アイドルがそんなこと言うわけ、言うわけにはいかない。今日の制服っぽい私服かわいい、ねっかいでしょ。いや、そのどのシーンが好きっていうのは言えるけど、言えるというか、いや言ったらねよしこ、よしこ見てみて、面白いよなんかほんとくだらん、くだらん、なんていうの、おもろいって感じあしたの私服はね、何しようかなって感じ。ほんと何着ようかな、マジでっていうレベル。どうしよう、魔王女まで乗り込んだ。いや、もうちょい、今第一の妹と再会したとこを見たかな。でも基本的には多分全部見たことあるんだよ、ただもう忘れてるからもう一回見てるだけって感じ。あ、あそこが、じゃ あのざっくり言うと、あのヨシヒコが天女様のとこに天女の羽衣をもらいに行く回のヨシヒコと天女様の会話が好きおもろい。メレブの魔法花火、ここで一つ、私はまた魔法を覚えてしまったようだ。なんか深夜にやってたじゃん確かこれ。私だからさ、あの自分家で、自分家はあれなのよ、10時ぐらいからもう寝ろっていうシステムだったから、夜は。だからさ、寝るから あのあれなんだよ、見れなかったんだよね。いとこの家に確か泊まりに行った時に初めてなんか見てるの見て、え、何これみたいな、で、え、面白いじゃんってなって知った気がするんだよね。
糸の中からじゃなくて糸自体が折れそう。どうした表をしながら出会えることあるよね。いいとこの子違うのよ、厳しかったの。私はね今アマプラで見て、いよりにおすすめたの、いよりこれ見てみて面白いよって言って、そう。最近なんかちょこちょこいろんなの見てたんだけど、ネットフリーで、ネットフリーじゃないアマプラで、なんかあったかなと、私が最近見てるやつ、見てたやつか、ね、続きを見るのとか見ないか、悪役令嬢レベル99みたいなやつと異世界食堂、あと何見たかな、あれも見てた、あれ最近おもろいなと思った、なんだっけ、ね、女王様お仕置きの時間ですか、逆かな、なんかお嬢様は拷問の時間ですみたいなやつ、あと姫様拷問の時間ですってやつが結構おもろいなと思った。これもなんかちょっとしたくだらんクスッと笑えるネタがちょこちょこで入ってるって感じ、そう、それがめっちゃおもろいだと思う。化け物語っておもろいのかな、いつも通りのある日のことの曲は知ってるけどさ、ウォッチリストいるとこ初めて、私ウォッチリストいる、魔王様の子供が出てくるかい、私も好き。何ちゃんだったかな、忘れちゃったけど可愛いよね、あの子、魔王様が遊んであげてる回が可愛かった。じゃあちょっと化け物語も見る練習、あとさ、あれなんかなんとか春日の憂鬱みたいな、あれも最近曲がさすごい好きなんだよね、なんかでそれでどんな感じなんだろうと思ったんだけど、あれはどういうお話なの、鈴宮エンドレスエイト、あれがあのなんだっけ、なんとかなんだっけ、あ出てこない曲の名前が違う、なんかなんだっけ、ハレハレじゃない、なんだっけ、めっちゃ有名なやつ出てこない、あーゴッドノーズ、それかも、それだ、その子のライブ福岡だろ、ああそうなの、すごいタイミング。それもそれは学生もの、
鈴宮何年放送版とかあるじゃん。まあ一応ウォッチリスト入れてみる。2009年のでいい。あ、本当。てかさ、エヴァをさずっと見たかったんですよ。エヴァがさなくてさ、アマプラ劇場版、新劇場版序、新劇場版旧、新劇場版はみたいな。多分一番新世紀エヴァンゲリオンがレンタルになってんだよね。でもさ劇場版じゃあんま分かんないんでしょ。なんかちゃんと見た方がいいって。そう、ちょっと前も新劇場版明日オンライン上にエヴァもう血とかいっぱい出てきて私グロッキーになってるじゃない、うーんみたいな。オンラインに流そうか。え、そんないっぱい買ってくれてんの。ジョハキュージョハキューシンの順ほうジョ、これがジョね、ジョハキューシン、シンある。あ、新2021年のやつってこと。え、それオッケー。一応ウォッチリストには入れたけど、何これ。劇場版エアー真心を君に、これ何、これレンタルだからこれはちょっとあれだけど、もう一つの結末、何やそら、いっぱい結末あるんかい。テレビ版見ない。でもそのテレビ版がさ、もっと意味わかんない、もっと意味わかんないの。テレビ版があれなんだよ、そのレンタルしかなくてさ、すごいね、やっぱ世代なのみんな。え、これさ今さ何歳ぐらいの人が一番世代なの、これが実際放送されてた時は。30ぐらい、もうちょい上、アラフォー、30代が割と世代。全部見ても全然理解できないマジかよ、困っちゃうじゃん。うん、作り直したり結末とかすごいな。それもそれですごいけどね、そんないっぱい結末変えるって。40代3,40代だから35から45ぐらいまでの間が一番世代なのかな。ネットの考察って、でもそれで言うとあれじゃない、もう窓マギもそうじゃん。窓マギは4月ぐらいだから、それまでにはもう一回全部見直さないとな、全てを。ケーキケーキなんとかケーキ、
中に再放送とかメディアの取り上げがすごかった。ええー。まとめ上げなんか4月ぐらいって言ってなかった。あれ？私の聞き間違い？私めっちゃ4月ぐらいだと思ってたんだけど。とりあえずじゃあエヴァは映画から見てみようかな。てかむしろ映画からしか見れないわ。スマホだったら。僕のソウルジェムは限界です。みんなのソウルジェムも限界。もうね、今黒豆ぐらい黒いかも。終わった。冬やで。え？冬？春って言ってなかった？え？私ずっと春だと思って、春だ、楽しみ、もうちょっとだ、もうちょっとだと思い続けてきたんだけど、え？冬なの？え？春じゃなかったの？春はじゃあ何だったの？え？私のこの楽しみを返して。まあ冬に来るけどさ、え？ガチ？なんかで私春って聞いてさ、めっちゃ楽しみにさ、春とか思って4月ぐらいかめっちゃ楽しみとか思って一生思って そうかつらーマジ超楽しみにしてたのに春だと思ったのにマジか。仕方がないとはいえ、マジかーん。春はコナンの、そうね、コナンはね、ヒジリともう見に行こうねって約束をしてるから、コナンこそじゃあ4月5月ぐらい、コナンとブルーロックあるから。完全にもうヒジリと一緒じゃん生き方が。コナンとブルーロックなんてもう、煉獄さんの鬼滅、私鬼滅本当に興味がなかったんだよね。なんかなんでだろうな、私でもあんまそもそもアニメーター見ないからな。ナギが主役、ナギが主役ってことはレオも出る、いっぱい出るんじゃないってひじりが言ってた。全然分かんなかったけど、あそうなんだと言ったけど。最近はね、一番下の妹がめっちゃハマってたらしい、一時期。領域展開もあんま興味ない。これが領域展開？これでもチームグリーンの葉っぱポーズでもあるんだよね。7平6番の時の。平常時の友人が去年からずっと張り切ってる。いやね、それがね、うちのひじりちゃんもなんです。うちのひじりちゃんはね、平次くんじゃなくてその彼女のカズハちゃんが好きなんで。そう、平次が主役ってか、カズハのセリフもあったぐらいだから。でも前回の前作のさ、深海のなんたらかんたらみたいなのあったじゃん、ピンカが出てくる回のやつ、あれの映画を見に行って最後予告みたいな子なんて絶対あるじゃん。その時になんかそのきっとみたいな、なんたらかんたらやなみたいな言ったやつのセリフが平次くんだったから、最後終わって平次とこう話しながら、みたいな、次のやつあれ平次くんの声じゃなかったみたいなって言ったら、平次に気づいてなかった、平次くんってあのおじさまの声だと思ってたらしくて、あ、サブマリンだ、
あのそうカズハちゃんじゃなくて誰だっけ、ジロキチおじさまのヒジ違う、多分あれヘンジ君じゃないって急いで調べてツイッターに、本当のヘンジだってなってやばいみたいな。でもマジでよかった、あなた気づいてないと思うけど私たちさっきキスしちゃったのよ。キャーン、愛ちゃん、愛ちゃんのキスなんて、やばくない、見た、みんな。もう時間めっちゃ経ってるからね、いろいろネタバレしちゃうよん、嫌ですっていう人がいたらちょっとあれだけど、やばくない、愛ちゃんとこだくんキスしちゃうんだよ、キャー、ハリチだ、小学生だろ見た目は。見てません、見て、こうやっては声優オタクの中でダメ、絶対音感とか、ああそうなの。でもさ、アニメとかいっぱい見てる人ですごいなって思うのはさ、やっぱこう初めて見るやつだったりとか、普通になんかこうで声で、あ、まるまるさんの声とか言ってると、やっぱすごい、そんなわかるんだって思う。確かにこうさ、なんていうの、ナレーションとかの声の人は私も分かってるんですよ。その多分イッテ Q とかで使われてるナレーションの人が別のもので使われてたら、ああこの人なんか聞いたことあるなとかになるけどさ、やっぱアニメの声優さんとか全然分かんないからさ、私で、なんか光彦くんと誰かが一緒だよとかさ、スネ夫と誰かが一緒だよとか言っても、え、本当にって思う。だからめっちゃすごいなって思った。だってそのさ、やっぱ役のさ喋り方とさ、個性とかでさ、やっぱこう私は分かんないわけよ。それが混じるともう全然誰が誰だか分かんないわけ。そう、でもやっぱ気づくのってすごいなって思う。モブキャラで出てる時に気づくの気持ち、そうなんだ。コナンはリナチカツに入る、うーん、じゃあ今年のコナンにしよう。それなら今年のコナンで感想を言おう。TK さん大好き、ありがとうございます。え、有名じゃないって言われても分かんないんだよね。申し訳ないですってなるんだよ。興味があるかないかで、いやそうだけどさ、でもすごいなって思う。だから技術だなって感じ。どこでなちゃんの声聞いてもなちゃんってわかる気がする。本当？絶対わかんないよ。本当に？けど真実とウソップが一緒だった。いや、それわかんないじゃん。そんな今知ったしな、それ。今知ったし。大好きな人の声分かるやるかい。私あれなら分かるかも。友達とか、好きな香水の匂いっていうか、となんか友達がつけ過去につけてて、学生時代とかさ、その時のめっちゃいい匂いだなって思ってた香水とかは分かる。街中で、あ、この人絶対そうだ、絶対その香水だみたいな。クリリンとルフィ、そうなの、マジ。その匂いだけね、スンって鼻に入ってくるんだよね。HKT の影山、いや影山はさ、わかると思う、私もさすがに。ふぅ、お腹すいた。いや、すいてはないな。
ナレーションやってみる。ダメダメ、私リが言えないもん。リほらリがこもっちゃうの。栗山リナです。ほらほら、だから今日ラジオ聞いてて久しぶりにリアタイできたんですけど、栗山リナのアイドルな時間のそのリがさ、やっぱ良くないなって思った。影穴よく似てる声が。あれそうなの。影穴でメンバーのモノマネしてほしい。 OK、 じゃあ今度もし影穴来たらクルタのモノマネしに。でもクルタ歌なんだよな、私が真似するのって。基本声真似できない人だからな私。私最近さパジャドラでさ、あのあんまり何も役割を与えられなくてさ、セリフだったりとかさだからえりなもそろそろしたいよって言ったセリフ。そういっぱい出てる割にはあんまりなんだよね。いや逆に多分いっぱい出てるからこそあんまり当てられないのかなって感じですけど、そう割となんかねちょこちょこ珍しいメンバーが出たら珍しいメンバーにセリフとかやっぱ言っちゃうから。キヨのセリフひじちゃん、そう実はそれについてもひじりリハーサルであれポジションによってセリフって決まってるんですよ。だからひじりがリハーサル違うポジションのセリフ言っちゃって、その自分のもうまだ違うとこやってるところのポジションのセリフ言って、ひじちゃん今日そこじゃないって言われてたで本番違うその言い直してた自分のポジションのところの。セリフなし、セリフはだからポジションごとにあるから16種類あるよ。私は何にしてたかな、私何に言ったことあるっけ。そうおじさん愛って何は言ったことあるの。愛って何は言ったことあるけど他なんかあったっけ。えんかさん大好きありがとうございます。おじさん寂しいと思ったことある、おじさん愛って何、あとはおじさんいくつみたいなやつとかあるよね。お金持ってるって聞いたことあった。お金持ってるあったっけ。あ、お金なんてどうだっていいよはある気がする。16種類も聞いたことない。でも16種類あるんだよ実は。そうおじさんいくつ、じゃあおじさんいくつ、え、なんだっけ。うん、誰か表まとめて、なんかでもさ誰かまとめてそうな人いそうじゃない。おじさん何がしたいのなんかある気がする。それ多分あれじゃないセンターの人がやってない。
もう時間じゃん。そうだね、すまんね、今日はまさかまさかの寝てしまったぜ。明日は終わったら配信しようかな、あのオンライン終わりに。 YouTube 見てか、あ、そうだよ、みんな YouTube 見ながら寝な。再生回数を稼ぐのじゃ。明日よろしく。こちらこそね、皆様よろしくお願いいたします。もう見たよ。違うんだよ、いっぱい見るんだよ、いっぱい。何回も見んの。じゃあランキング13位、しゅんくん、ありがとうございます。12位、しゅるちゃん、ありがとうございます。11位、長十郎さん、ありがとうございます。10位、ただの魚さん、ありがとうございます。9位、しょうさん、ありがとうございます。8位、がおちゃん、ありがとうございます。7位、アプロさん、ありがとうございます。6位、ポルタン、ありがとうございます。5位、しゅんみさん、ありがとうございます。4位、HKT、ちょえつおじさん、ありがとうございます。3位、TK さん、ありがとうございます。2位、えかさん、ありがとうございます。ちぐちさん、ありがとうございます。じゃあ、いっぱい見て寝てください。とりあえず明日もオンラインある方はよろしくお願いします。ない方はまた会いましょう。ショールームで会いましょう。じゃあバイバーイ、おやすみー。